10月の恐竜ジャーコラボに引き続き、キング恐竜レッドがギラを助けるために地球にやってきましたね。2度目の恐竜ジャーコラボと言っていいのか分かりませんが、何やらすごく意味深な言葉を残して帰っていったわけです。ギラの出生について、正体について、そんなお話でもいいかなと思いますが、今回はプリンスが言い残したセリフを考察していきます。皆様ごきげんよう、カフーです。プリンスが地球にやってきたと思ったら、いつの間にかね、ガブティラ連れて帰っちゃいましたね。なんか思っていた2度目のコラボとは異なっていたんですが、これは何かを暗示しているのか非常に気になるところです。さて、今回のプリンスの登場、非常に不思議かつ伏線を張っていたように感じるのは私だけでしょうか。いいな、 SNS を見てもかなり考察やらなぜと疑問を持っている方がたくさんいらっしゃいましたので、今日はキングオージャー40話のお話をさらに深掘って考える、そんな動画になっております。以前の動画でキングオージャー恐竜ジャーは2度コラボする説を提唱しましたが、まあその通りだったということで、皆さんも大層盛り上がったのではないでしょうか。まあ大々的にねコラボっていうところではなかったんですけれども、またギラとプリンスの共闘が見れてよかったんじゃないですかね。さて、思い出話はここまでにしておいて、40話のストーリーを見て不思議に思った点が大きく分けて3つありましたので、まずはそこからお話ししておこうと思います。まず1点目の疑問、プリンスがプレゾーンに乗って地球に来たということですね。振り返ってみてください。10月に恐竜ジャーコラボがあった際、プレゾーンはキングとウッチを乗せてダグデドを追うというシーンがありました。その後地球は2大戦隊によってなんとかなったんですが、キングとウッチの帰還シーンはなかったわけです。ということで、なぜプリンスはプレゾーンに乗って地球に来たのというお話。続いて2点目、ピンチのギラを助け、プリンスがガブティラを連れて帰るとなった際、ギラに意味深のセリフを言っておりました。ギラさんはずっと優しい邪悪の王でいてね、どういうことと思った方は多いはず。一体このセリフの意味とは何なんでしょうか。そして3点目、プリンスとのコラボが再度実現したわけなんですが、あくまでキングオージャーの世界線のお話ということは百も承知。しかしなんとなく中途半端な感じのコラボだったのではないかということです。10月のコラボのように大々的にする意味はないにしても、かなりあっさりしていたように感じたのは私だけですかね。まあまだプリンス演じる川名さんがねクランクアップしてませんから、もう1回くらい登場するんでしょうか。ということで以上3つ、40話を見て私が思った不思議な点になります。続いてこれらを1つずつ深掘って考察していきましょう。先日キングオージャーのプロデューサーさんがコメントを発表し、これから最終回に向けて怒涛の伏線回収がなされていくと発表されましたが、また一つ伏線を作ったのではと思うと同時に、前作が伏線伏線伏線で結局解決していないことも多いなんてことから、キングオージャーも一部回収できないのではなんてね不安もよぎるものです。まあでも今回は大丈夫だろう、鷹の脚本はきっと綺麗にまとめると勝手にね期待しておいて、疑問点1から考えていきたいと思います。先述の通りプレゾーンに乗ってきたプリンスですが、プレゾーンはキングとウッチーがダグデドを追うために使っていた10年竜。ここから考えるに、キングとウッチーが地球に帰還しているということが予想できますよね。以前2度コラボする説でギラたちとキングが共闘するという話をしたんですが、もしすでに地球に帰還しているのであれば、それは叶わぬ夢なのかもしれません。しかし疑問点にも一緒に考えてみるとどうでしょうか。プリンスが去り際に残したずっと優しい邪悪の王でいてねというセリフ、優しくない王がいるかのような口ぶりということで、ここから様々な側面で考えることができると思います。その一つとして、キングもしくはウッチのどちらかが帰還していないとしたらどうでしょうか。特にキングが行方不明であり、ウッチーだけプレゾーンと一緒に帰還して、キングが地球を襲っている、破壊しているとしたら、だからガブティラの力が必要となり、プリンスは地球にプレゾーンを使ってきたとしたら、まあなんとなく話がつながるんじゃないかなと思うんですよ。ちなみにキングが行方不明と考えられる可能性が一つあるんですが、お分かりでしょうか。そうです、ミノンガンモウスの存在ですね。キングオージャー38話、
リタ様がねアイドルになったっていう話なんですけれども、そちらでの話は可愛いリタ様でね記憶を埋め尽くされていると思うんですけれども、このミノンガンにはとある特徴があったんですよね。それが隠れた本性本体がいるのではないかということです。もしこれが乗っ取られたキングだったらと考えられるというわけですね。恐竜ジャーではかつて体を乗っ取られていた戦士がおりました。2回目の乗っ取られということで、まあ起きてもおかしくない事象なんかなって思うんですが、いかがでしょうか。といっても根拠はこの一つしかないということで、かなり薄い話なんですよね。いかにキングオージャーと恐竜ジャーの再共演をつなぐかという話になると、もうねこういったこじつけも出てくるっていうわけです。ということで、一つの説としてキングは乗っ取られ、ウッチーだけ帰還し、ガブティラを探しにプリンスだけプレゾンを使って地球に来たというお話でした。信憑性可能性はかなり低いと思いますが、果たして。さて、実際プリンスの意味深なセリフが何を指しているのかについてもう少し追求したいと思うんですが、これは言葉の通りなんじゃないかなと勝手に思っております。ギラさんはずっと優しい邪悪の王でいてね、戦術のキングが暴走しているということであれば、おそらく邪悪の王とは言わないはず。邪悪の王として話が通っているのはギラだけであり、ギラが今後暴走するということをプリンスは知っていた。だから現在のギラにこの言葉を残したのではないでしょうか。プリンスは未来人であるということは前回のコラボ会で分かっていることですから、何かしらキングオージャーの世界についても知っていておかしくはない。特にギラのシュゴッド、クワゴンに認められたプリンスなら、ギラの異変をクワゴンから聞くということもできるのでは、というのが妥当な解釈かなと思います。だったら今回のタイミングでギラを倒しておけばよかったんじゃないか、なんてね、思ったそこのあなた。もしそれがトリガーとなって、ギラが暴走したらどうするんですか、とありもしない言及だけしておきたいと思います。キングオージャの真のボスがミノンガンであり、もしミノンガンがキングを乗っ取っていたとしたら、スーパー戦隊シリーズでは初めて歴代のキャラがラスボスっていうことになる、なんてね夢を見ているんですが、まあそんなことはないやろと、何の話っていう感じなんですが、どうしても恐竜ジャのことが気になって仕方ないので、そちらに関連したお話もしていきたいと思います。疑問点3つ目に挙げていたこと、今回プリンスが再登場というのがあっさりしすぎじゃないというお話でしたが、人によってはそんなこともないんですかね、どうなんですかね。まあギラのね出生がメインの話ですから、濃くはできないよねっていうのはそうなんですけれども、まあまあまあなんかね勘ぐってしまうんですよね。というのが恐竜ジャ10周年につながる何かの伏線ではということですね。先で妥当な話をしたばかりなんですが、プリンスのセリフ、そしてガブティラを探しに連れ帰ったということ、これらが気になって仕方ないんですよ。まあ勝手についてきたガブティラを連れ戻しただけでしょってね言われたらそれまでなんですが、もう一つ夢みたいじゃないかっていうことで、こんな説を提唱しておきたいと思います。40話プリンスが登場したのは恐竜ジャー10周年映画もしくは特別映像作品の伏線である。地球で何かしら問題が起きた、恐竜人の力が必要であり骨幹となるガブティラがいないということで、今回再度プリンスを登場させてガブティラを回収しに来たのではないかというものです。また40話の裏側ということで、プロデューサーさんの撮影裏話にもこう書いてある。プレゾン、ウツセミマルとダイゴは乗っていったはずですが、なぜ？さっきも話したことですが、これかなり重要な謎なんだと思います。おそらくこの謎についてキングオージャーでは語られないでしょう。それは恐竜ジャー側の話ですから。じゃあこの謎を回収するためにはどうするのか、私たち視聴者が忘れるまでほっとくのか、なんてことはね鷹の脚本ではやらないことでしょう。この謎は恐竜ジャー側の何かしらの映像で回収する、そういうメッセージ。だからこそわざわざ見せつけるように40話の映像に残す、裏話で話すということではないでしょうか。もしこの話が本当だったなら、どのタイミングでサプライズ発表してくれるんですかね。単独映画なのか、バーサス映画での客演なのか、まだまだ終わらない恐竜ジャー10周年あったらいいですし、最高の10周年になるといいですね。ということで以上です。夢は寝てから見なさいなんてこともあるかもしれませんが、寝正月になる方もいるかもしれませんから、もしかしたらそのタイミングでみたいなことがあったら2024年もハッピーですかね。そんなわけでキングオージャーも残り数話、2ヶ月程度しかないわけなんですが、どういった結末話が展開されていくんでしょうか。
さらに恐竜ジャーはまた絡んでくるんでしょうか。まあ過度な期待はしない方向で、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思っていただけたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。興味がない方はダグデドの倒し方を考えておいてください。ではごきげんよう。